峰博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。あ、世間的にはこの週末はハロウィンなんじゃないですか。あ、そうだよね。え、ほんとだね。え、ねえ、ドンピシャじゃん。ねえ、そうなんですよ、うんうんうん、あれこの番組は。あ、そういえば、うん、あのスーツケース置いてあったあ、やっぱそうだよ、1年に1回見るあのスーツケースあ、この番組のやつだ。そうだぞ、うん、スタジオの入り口に2つ置いてあった、大きいのとちっちゃいの。またつづらが置いてあった。え、ってことは何、あれからもう1年経ってんのってことだね。あれ去年何やったっけ。え、なんだっけ。すげえ軽かった覚えがあるんだよ。去年なんだっけ。軽いじゃん今年と思って。今日コブラじゃねえし。コブラ相当前。相当前だよね、スペースコブリンね。全然覚えてない。割と最近な気がしたけど。なんだ、エコーセス覚えてない。覚えてない。その時覚えてる人誰かいないの。内田さんは。あ、何やった。あ、覚えてる覚えてる。何、え、ボノボノボノウィンか。あ、そうだ、そっか、ボノボノの着ぐるみだからすげえ軽かったんだ、あのフリー素材のやつ。あ、そうだ、もう内容覚えてない。もう記憶がやべ消し飛んでる。1年早っ、怖っ怖っ。ということで、僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第812話、トリックオアトリート、何もしなくてもいたずらしちゃうぞ。この番組はアニメの、まだいおいったあれ言い終わってなかった、もういいかなと思った。前代未聞よえ、なになに、いや終わっ、あれ今ので終わりよ。終わりだった、しちゃうぞっつって、うん、あ、いやな、もう一回言ってもらっていいですか。え、トリックオアトリート、トリックオアトリート、何もしなくてもいたずらしちゃう。この番組はアニメのまだ言い終わってなかった。オノディがイケボネタイトルコールしてる途中でしょうが。ごめん。もういいよ、まあいいか、うん。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博史です。モス小野大輔です。さて、11月19日土曜日13時から15時中野サンプラザで行われるエクステンドフェスですが、当日の模様をニコニコ生放送他で有料配信します、うん、チケット発売など詳しくはエクステンドフェス公式サイトをご確認ください。そして17時30分からは、同じく中野サンプラザで DGS スタッフオンリーの DGS スピンオフ会2022カッコ仮が開催されます。こちらは DGS スタッフのみの出演となります。僕と神谷さんは出演しません。なお司会は内田社長です。スタッフ裏話と DGS の正式なイベントで見せるほどでもない DGS 小ネタ秘蔵映像の上映を予定しております。こちらはエクステンドフェスと別チケットが必要です。チケットは10月30日日曜日23時59分までチケットピアにて最速先行予約受付中。詳しくはエクステンドフェス公式サイトをご確認ください。何やんだよこれ、本当にな、本当にな。さあ、ではリスナーから届いた普通を紹介しましょう。夏姫さんからいただいております、うん、神谷さん、小野さん、こんばんは。どうも神谷さん、うん、テレビアニメうるせえやつらがついに放送されますね。はい、私は先日ノイタミナカフェで行われたうるせえやつら第1話先行上映会に参加し、へ、一足早く拝見させていただきました。あらあら、ありがとうございます。令和らしいおしゃれでビビッドな色使いと綺麗な映像で展開されるうるせえやつらの世界に、神谷さんが演じるアタルや上坂すみれちゃんが演じるラムちゃんたちが見事にマッチしていて、テンポの良い会話とコロコロ変わる表情を楽しく追いかけていたら30分あっという間でした。うるせえやつらにかける神谷さんの思いの熱さを、様々なインタビューなどで拝見していましたし、神谷さんの、そして上坂すみれちゃんのファンでもあるので、お二人が演じるアタルとラムちゃんはどんな世界を見せてくれるのだろうと本当に楽しみにしていました。この素晴らしい熱量とクオリティの作品をこれから毎週拝見できることがとっても嬉しく楽しみです。だっちゃということでね、ありがとうございます。おります、ね、はい、あのノイタミナショップでなんか先行上映会っていうのやってるんですって。うーん、だ多分バク転とかもやってたなと思うんだけど。あ、そうなの、やってたんだと思うよきっと。そう、知らなかったんですけど、うん、すいませんね。すいませんね、なんかね、なんかね、ごめんなさいね、だからそのまあもうちょっと経てばオンエア始まるにもかかわらず、いち早く見たいっていう方がそこに集まって見てくださってるんですよ。
ありがたいですよね。本当だ ね、 ね、期待の大きさが伺えるよね。いや、ありがたいですよ本当に、うんうん、まあ、今までの作品もね、そうやってご覧になってくださってたと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、どの作品もね、等しく力が入って、スタッフ一同ね、頑張って作っているんでしょうけれども、うんうん、まあ、その中でもうるせえやつら僕が主演をやらせていただいているので、 そうね、その熱量を伝えやすいっていうことで、うん、まあ、皆さんね、そういうものを感じ取っていただいてるんだと思うんですけどね。令和版の見どころというか、うん、ここ注目ポイントだよというのあります？ああ、もうそれ言ったらもうラムちゃんですよ、うん、まあ、それはもう昔のやつもそうなんですけれども、昭和にやってたのもそうなんですけども、ラムちゃんがとにかくむちゃくちゃ可愛いです、うん、あ、それ大事よね、はい、うん、浅野さんの描く、まあ、キャラクターデザイン浅野さんなんで、もうおそ松さんでおなじみですけれども、うんうん、ね、おそ松さんの2期まででおなじみですけれども、3期はいなくなっちゃったことでおなじみなんですけど、そこまで詳しくいつの間にかいなくなってるでおなじみの浅野さんなんですけれども、いい絵を描くよ。そうなの、天才じゃん浅野さんって、うん、だからその天才が描いている、まあ、そのラムちゃんがどんだけ可愛いかですよね。確かにラムちゃんを見るアニメではあるよね、うん、そもそも、うん、まあ、もう様々な登場人物出てきてそれぞれが魅力的なんですけれども、そう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 、やっぱその中でもやっぱりこう、うん、なんだろう、埋まらない、全く交わらない、うんうん、特化した魅力を放っているキャラクターなので、それをどういう風にみんなが見るかってことになってくるんですけど、うん、まあ、見せ方としてやっぱ浅野さんの描くラムちゃんむちゃくちゃ可愛いです。やば、毎回さ作画監督やってんだぜ。それだけ、まあ、心配になってきた、ちょっと。そうそう、僕も心配なのマジっすか、うん、別の人じゃなくて毎回書いたんだけど大丈夫と思って。もうじゃあ浅野さんにメッセージお願いしますよ。浅野さん頑張ってねすげえ期待してっからマジでよし、これでクオリティ確約、うん、そうだね、うん、よろしく頼みますお楽しみに。というわけで引き続き皆様からのツーストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマサイト、ディアガル情報です。アニメのミックスでは僕小野大輔のミニアルバム Sounds of Love が好評配信中です。収録曲のフルサイズをダウンロードの上、応募いただいた方全員にスクエアカードをプレゼント、また壁紙のプレゼントも実施中、ぜひチェックしてください。続いて中村修吾さんが歌うテレビアニメブルーロックエンディング主題歌ウィナーが先行配信中です。収録曲のフルサイズをダウンロードの上、ご応募いただいた方全員に缶バッジをプレゼント。こちらもぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しております。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールへはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送を DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は番組秘蔵映像として先日行った老け顔メイク会を可能な範囲で配信誰がその可能な範囲ってどういうことだよチャンネル登録よろしくね。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームアキナさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。アキナのお便り。私はネットで服を買うのですが、いろんな系統の服が気になってしまい、なかなか定まりません。どうすれば自分のおしゃれを見つけることができるのでしょうか。おしゃれね、うん、この時期のおしゃれといえばハロウィンの仮装だよねそうきたか、とんでも展開ですよね。本当だよ。はい、ということで今年も中身のわからないスーツケースが2つ用意されています。あ、大きいのとちっちゃいの見た見た。ちなみにですね、ページがですね、はい、678とないんですよ。ないね、だ3ページにわたり何かしらの企画が展開するんだと思うんですけれど、うわ、不穏な空気、はい、あともう一個言うと裏談話室の台本もないんで、裏談話室もそっちに組み込まれてるんでしょうねきっとね今回はちょっと大掛かりだね今日。わかんないです。なんでとりあえずあれを持って、別室に行きます。わかりました、はい、行きましょう。どうも。ここはですね、文化放送エクセント12階にある例のホールですね。スタジオじゃなく僕は12階に通されたんです。
はいはい、どうもどうも。これはあれだね、方向性としては去年と一緒だね。まあボノボノじゃなくてニャーさんなんだけどさ、こうみんなあれだね、ニャーさんの、格好をしてるわけだ。今年の15年祭で僕と構成スワが猫カフェで着てたやつの、おお、小野くんも来たか。何これ、ニャーさん今回これなの？これなんだって。全員ニャーさんじゃん。だ、去年の全員ボノボノと同じなんだよ、うん、で今年は猫のまあなんだつなぎというか、はい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 、フリースでできた、うん、まあ、ボノボノのやつのパクリだよね。焼き直しとも言うよねこれはね。これはあれかい、作ったんかい、商品として売るんだねこれは。なんで誰も喋んないんだ。無言でなんか。無言なんだよ。あの猫がさ、猫の格好したさやつがさ、まあ、僕と小野くん含めて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人いんだよ。10人いるね。 10匹の猫だね、うん、10匹猫ちゃん、うん、だね。なんだこれ、可愛くはあるよ。まあまあ、ね、ニャーさんの、まあ、格好だから可愛いよ、うん、今回は何ですか、うん、ニャロウィン秋の大運動会です。やったいやいや、勢いで読んでるけど、なんだそれ。ニャロウィンです。いや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 、あなたあれだな、理解早いな。最初の競技は、大ニャは猫ジャンプニャ参加者発表、はい、神谷、はい、小野、はい、内田、はい、諏訪、はい、高垣ニャ、はい、そして横川、伊藤くんは撮影チーム、うん、ルスキー竹内さんが縄を回すにゃにゃ。なんだ撮影って撮影されてんの、ね、撮影されてるね、がっつり撮影されてんす、はい、そうなんだ、はい、わかりました。で、オーナートビーをやりますにゃ飛ぶときは一回一回にゃって言って飛んでください。あ、そうなんだ、そういうルールなの、ね、はい、そういうルールです。うわー、新鮮だな。俺あんま猫なったことないからさ、うん、あなたたちはさ経験あるだろうけど、うん、どこから飛ぶのこれそっちこ、分かんないけど、一人一人入っていくやつなのか、それとも全員もう並んで飛ぶやつなのか。そうだね、一人一人じゃない、一人一人入っていくのかい。入っていくの、これ難易度高いよ、そっちの方が。誰がさ先に入る、神谷、小野、内田、諏訪、高垣の順番じゃないか、いいこれで。全員入ってから一回って稼ぐの、うん、そうすよ。お、一番最初に入るやつが無理じゃねえかよ。その途中で失敗する可能性だってあんだぜ。あるよ、うん、あとこれさ、フードがさ結構邪魔で見えねえな、うんうんうん、本当だ、うん、難易度高いんですけど。よし、じゃあとりあえず何、俺から行けばいいのかい。行くにゃ、神谷から行くにゃ、行くにゃか、行くにゃ、うん、にゃ、トップバッターにゃ、はい、にゃ、怖いにゃ、にゃ、こ、怖い、怖い、こ、怖いにゃ、はい、にゃ、にゃ、あ、ごめん、ちょっと、にゃー、にゃー、にゃー、にゃにゃ、ちょっとあの縄を高くしてほしいんだ。うん、結構ねやっぱりね、怖いにゃ、大変だねこれはね、うん、高さを出してほしい。ぎゅう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 に行かない。そうだ、あとやっぱり飛んだ瞬間にフードで前が見えないにゃ向かないにゃ、向かないにゃ、この学校は。行くにゃ、でも頑張るにゃ、にゃにゃ、うわ怖いにゃ、にゃ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 におにょ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 は違うにゃにゃにゃせいにゃ、はい、にゃ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 、あ、うちらにゃ、僕でした。にゃろめえ、疲れる地味に疲れる。地味どころかもうマジ疲れるんだよこれ。これだって諏訪さんから、あ、高木くんまで入らないと。そうだよ、数えない。それ全員入ろう、それ頑張ろう。お、俺めっちゃ疲れるんだけど。頑張れ、まあ、いいや、すぐ入ればいいんだよ、すぐ入ればいいんだよ。バチ来い、バチ来い、にゃ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 、誰だよ。しかもニャって言ってねえじゃねえか、お前だろ書いたろニャっていうふうに。あ、飛ぶのに必死でニャって言えよ。ニャを忘れたに。まあ気持ちは分かるけど、ニャ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 だよ。しかも5回で行くんだから、そのテンポだね。ああ、ああすり減ってるニャ一番飛んでるニャ、まあ、この後小野が死ぬぞやっぱフードあると邪魔でしょうがないな。まあフードはね、ああ、よくないよ。これ取ってあり、この競技には。あ、
取っていい、よし取ろう、取った方がいい、絶対取った方がいい、みんな準備はいいね、準備いいにゃ、にゃ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 、おい誰だ、にゃ1番1番いや5番5番スワ1番5番5番1番1番無理にゃ、1番無理、あじゃあラストね、じゃあ逆でやろう、逆逆でやってみよう、じゃあ高垣弟から、後ろやだね、確かにちょっとプレッシャーだもんね、じゃあ1番高垣弟、2番諏訪、3番、内田さんで4番僕、はい、でラストは小野君、はい、いくにゃー、マスターも大変なんだよ、にゃ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 いや、あごめんごめんいや、じゃ思ったより高く止まるけどダメだったごめんごめんごめん、ちょっと急いじゃった、よしよしよし、ごめんにゃ、いいいいにゃいいにゃ、よしエクスキューズにゃ、はい、いくにゃ、はい、にゃ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 、一番最後ここに来るじゃん、そうそうそう、あのね、この辺に来るじゃん、もうもう首を狙ってる、首をやるにゃ、足首とね首を狙われるんだよ、一番最後むずいにゃ、ちょっとちょっと結構ね入れないにゃ、どうするにゃこれ、もう一回先行こうか、じゃあ先行くか、だんだん多分みんな体力が、いや意外とね後ろに入るの方難しい、あのね、そうね、内田さん3番目だね、やっぱりな、あの一番でかいから、うん、そうだな、一番な、これも間違いない、可能性が高いからね、よし行くぜ、よし行くぞ、えにゃえにゃ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 いや最後やっぱねむずいんだよ最後、あと飛ぶ時必ずニャって言えニャって言えニャを忘れるニャ、サイレントだものニャを忘れるニャじゃあ入ってるかどうかわからんニャ、なるほどね、そうニャ、確かに入った合図としてニャが必要、ニャが必要、ニャが必要、そうニャみんな準備はいいにゃ、いいにゃ、ちょっと待って、釣りそうにゃ、釣りそうにゃ、腰が釣りそうにゃ釣りそうにゃにゃ、ストレッチにゃ、一回伸ばすにゃ、一回伸ばすにゃ、いいにゃ、あと地味にマイクのレシーバーが邪魔にゃ、いろいろハードルが、これは邪魔にゃ、よし行くにゃ、行けるにゃすぐだ、すぐにゃ、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 すぐにゃにゃ、あともうなるべく前の方行こうな。そうだね。ゆうゆう。せーし。の。にゃ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 。え、早っ。にゃ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 。終わんないだろ。エンドレスにゃ。五人入ったら終わるんだから。五人入ったら終わろうよ。五人入ったら終わろう。にゃ忘れんにゃ、にゃそうだぞ、にゃは言え、にゃ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 、やっと終わった、1個待って次、おい、おい1個目の競技でだいぶ体力やられてるぞこういうこんなラジオショーでいいのかこれ次の競技にゃんにゃ猫徒競走にゃーにゃー、参加者発表、はい、神谷、はい、小野、はい、内田、はい、諏訪、はい、高垣、はい、薄木、はい、竹内、はい、にゃーん、横川伊藤くんは撮影チームやっぱりね、そりゃそうだ、はい、ね、猫なので何ちゃんと前足をついて走るにゃ、お、なるほど、であそこのゴールラインまで先についたものが、はい、そうにゃ、はいはいはい、だいぶやられてるぞ、にゃわ跳びした直後にゃ、にゃわ跳びでもだいぶやられてる、ああ全然休んでないにゃ、じゃあみんなクラウチングスタートで一つよろしくお願いします、にゃ Get set ええ Ready ええ
誰がスタートの合図をするにゃ。疲れたにゃ。疲れたにゃ。鬼を頼むにゃ。わかった。Get set! Ready?ゴーニャニャー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 ちょっと待って、これ誰が1位だったの？走るのに必死。諏訪さん早かったね、妙に。あのフードが邪魔で見えないです。邪魔で見えない。でこれさ、あの誰が1位だったか判定してる人いるのかい？え、あのいなくない？江崎さんが見てた。江崎さん見てた。誰？ミスター。1位は？高君。誰？向こうの。あ、頼んだ。向こうの。誰だ？須田さんか高君のどっちか。どっちか。どっちだ？どっちだ？高君の方で。あー、きにゃ。じゃあ。ビデオ判定、ビデオ判定ということで、あのビデオ判定は後ほど、後日にゃ。ああ、もう結果はどうあれ帰りたいにゃ。帰りたいにゃ。もうえずいてるにゃ。次の競技にゃ。はい、大玉猫パンチ転がしにゃ。いやこれは2チームに分かれるにゃ。神谷チーム発表。神谷にゃ、うちらにゃ、うすきにゃ、あのチーム、あのにゃ、すまにゃ、高垣にゃ、オーケー。横川伊藤くんは撮影チーム。そりゃそうだ、そりゃそうだ。もういいよ。僕たちは猫なので、猫パンチのみで大玉をゴールまでパンチするにゃ。じゃあ手はなんだ、猫の形。猫の手でにゃと、にゃ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 と3人で力を合わせてボールを転がすにゃ。ではいいにゃ、よーい、にゃ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 。判定は判定どっちだ、でもカメラに激突。判定どっちだ、ちょマイク戻れちゃったし。江崎さん、判定は判定はあーやったにゃ。あのすげえ高そうなカメラに当たった時点でちょっと躊躇したにゃ。途中完全に妨害をね、妨害が楽しくなって落ち返すっていう。前ボールが前に進まねえなと思ったら5人いるっていう。あれ5人いると、2人多いと思って、その2人邪魔してたら先進まねえわ。はい、以上にゃ。いい勝負だったにゃ。いや、いい勝負だったにゃ。だいぶ限界が近づいているにゃ。そうにゃ。ああ、ということで、神谷チームが優勝にゃ。にゃーにゃにゃ、負けたにゃ。ディアネームアギナさん、今年のハロウィンは僕たち猫になりましたにゃ。にゃ、神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ね、Dear Girl で配信していきます。今週は小野くんのボイスを配信します。いい、冷凍エビフライさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。ピラフじゃん。引き続きこの Dear ボイスではあなたからのリクエスト待ってます。はい、来週は神谷さんのボイスを配信します。お楽しみにゃ。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。珍しい飲み物飲んでるね。アロエ&白ぶどうなんてね、甘いもん買っちゃいましたよ。本当飲まない。珍しいですよ。本当珍しいです。飲まないですもん。なんで？あ、疲れたからじゃない？絶対そうだよね。もうね、コロナになってからこっち、はい、あの全く運動してませんから。ああ、体力落ちてますよね。体力落ちてますよ、きっと。うん、やる気になりませんもん。
体力はやっぱりちょっと奪われがちですよ ね、 ね、トレーニングするのめんどくさくなっちゃってそんな中懸垂器届いちゃったのよ、うん、あなんか言ってたね、 その話ね、またその話するね番組で皆さんからのメッセージお待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号105-8000に文化放送神谷浩の大好きのディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net ですラジオ大阪の方もこちらからお願いします、うん、そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるのでぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。今回の裏談話室は必聴ですよよろしくお願いしますそうだ、ね、はい、そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしていますということで、ここまでのストーリーテラーは神谷浩と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第813話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。記憶の中溶けてゆくよ。